こんにちは、たますけです。今日はひとまず自動水やりのシステムを完成させたいと思います。今日の畑です。空の畑です。やることはシャープ1で使った土壌湿度センサーとシャープ2で使ったレディエートポンプ、そしてアルディーノを組み合わせるだけです。はい、そしたらつなぎます。まずは土壌湿度センサーとアルディーノをつないでいきます。公式のホームページにつなぎ方が書いてあります。あ、今日はリレーとかポンプもつなぐのでブレッドボードも使ってつないでいきます。はい、できました。リレーとポンプをつなぎます。リレーとポンプのつなぎ方はドライバー、うわ、できました。コードを書いていきます。土壌湿度センサーのコードとリレーのコードを組み合わせる感じなんですけど、土壌湿度センサーの値を取得して、この値が300以下になったらリレーがオンになって5秒間水が出るようにします。でその後リレーがオフになってポンプの水も止まるっていう感じです。そしてまた300、土壌湿度センサーの数値が300いくかどうかチェックをします。ポンプです。今日は長いホースをつけました。水の中に入れます。はい、入りました。そしたらこの土壌湿度センサー、簡単に防水加工をしました。これを挿して値が300以下、乾いた土だったらリレーがオンになって水が出ます。今は何も刺さってないので値は0です。っていうことで、そうですね、じゃあオフの間に刺す。そしたら値は今520です。うちの値は520なので水は出ません。あ、これ繋げなかった。これを繋げます。そしたら今水の値は、あ、土壌の値は520なので、はい、ポンプリレーは止まってました。水は出ません。選手交代や。別の畑を用意しました。さっきよりカラカラに見えます。そしたらまた土壌湿度センサーを挿してみます。リレーがオフになったタイミングで、はい。そしたら土は108、え？動かんじゃん。なんでポンプ動かない。傘落ちた。僕を守って、水、あ、ちょっと傘じゃな。今土壌の水分は130とかなので、
5秒、水出てるから5秒、5秒出て、5秒休んで、肌土壌湿度測って、頑張れ、おい、おい、おい、いい感じじゃん。ちょっと土壌湿度センサーを塗ったら、え、今50。あ、土壌湿度センサーの値が100、あ、700超えて300以上になったので、リレーがオフになるようになりました。これでまた土が乾いて300以下になったら、こうやって水がポンプから水が出るようになります。今私がこれで5秒間水揚げをしたんですけど、このホースの水やりのところも、ちょっと私の手を加えることなくやっていきたいと思います。まだまだ強くしていきます。ありがとうございます。早いよ。なんか違う。ホースから水が出てこない。